久保さん、人生はギリギリにしましょうか。まあすごい時代になりましたよね。すごい時代になったんですけど、でも変わらないですね、悩みはね。そう、変わらないんですよ、悩みは。うん。だって、パソコンが出て、ね、30年経つけど、まだパソコン苦手な人いるし、スマホが出て、もう10年以上経つけど、スマホが苦手な人がいるし、まあ、チャット GTP が出て、半年ぐらいですか。でも、知らない人いるし。まあ、AI が進んでも、悩みはテンプレート化されてるんじゃないですかね。だから結局、その、使う人と使わない人の差が、なんですよね、結局。で、しかもそれも、パソコンは使えるけど、パソコンで金稼げるスキルと、パソコン使える、昔ね、Excel の資格とかありましたね。僕が大学生の時に、ね、まだパソコンがフロッピーディスクの時代ですよ。Excel のなんか資格とか取ると、就職活動にいいよとか、なんとか試験とかあったんですけど、今、多分、その資格ってあんまり、就職活動に強くないと思うんですよね。そのパソコンがまだフロッピーディスクの時代は、Excel とか Word を使えると良かったのかもしれないですけどね。まあ、時代は変わってるんで、まあ、基準値は上がってますよね。基準値は上がってるけど、ある一定の悩みはね、一生ね、ギリギリですね。変わらないっていうね。言ってらっしゃい。